オペラカルメンよりハバネラという曲をお送りしたいと思います。このカルメンというのは、ある女の人の名前なんですけれども、彼女は魔性の女と言われておりまして、なんていうんですかね、このハバネラはそのカルメンが登場するシーンで歌われるんですけれども、こう周りにたくさん男の人がいて、おいカルメン、いつになったら俺の方を振り向いてくれるんだっていうふうに言うんですけれども、このカルメンはですね、いやちょっとどうかなみたいな、明日かもしれないし、いやもう一生やってこないかもとか言って、なんちゃってみたいなことを言って、ちょっとこうなんていうんですかね、周りの人を期待させたり、こうがっかりさせたりみたいなことを言うんですけれども、こうカルメンとしてはですね、こう恋ってなんていうんですかね、自分の意思ではどうにもならないというか、こう気まぐれで、ね、自分が決めるものじゃないし、そういうものなのよってい こうカルメンの恋愛感というか、そういうのを歌うアリアです。はい、ではピアノ引き続き石川敦子さんでお送りしたいと思います。Yes!